どうもゲームギークです。私はいつもモニターのスピーカー、ヘッドセット、そしてワイヤレスイヤホンの3種類を常時と言っていいくらいパソコンに接続していて、都度状況に合わせて切り替えてます。髪ぺったんこ嫌ならイヤホン、頭とか耳が疲れたらスピーカー、ガチで FPS やるときはヘッドセットみたいにね。で、音が出る再生デバイスって常に一つしか選択できないじゃないですか。なので今まで切り替えたいときはタスクバーのこの音声マーク、これクリックしてわざわざスクロールして探してたんですよ。これクリックしてみると、音量と今使っているデバイスが出てきます。これをもう一回クリックすると再生デバイスを選択しますという項目が出てきて、接続されている再生デバイスがねずらっと出てきます。ここから次に接続したやつを選んで、例えばクリックしてこれで切り替わると。これめんどくさいですよね。めちゃくちゃめんどくさくないですか。これ普段使うやつだけじゃなくて、あの余計なのも混ざってるんですごい探しにくいんですよ。でもこれ別にたまに使うやつなんで、無効にしちゃうとそれはそれでめんどくさいみたいなことがあって、これなんとかならないかなってずっと探してたんですけど、ついに紙アプリを見つけました。これね、マジモンの紙アプリですよ。サウンドスイッチっていう無料アプリで、これをインストールして使うことでボタン一つで再生機器とか録音機器を切り替えられるようになります。今ね、一回インストールの工程を見せるためにアンインストールしちゃったんで、インストールしていきます。まず Google とかでサウンドスイッチって検索してみてください。まあ、そうするとね、ちょっとね、上じゃなくてね、下の方にね、ダウンロードサウンドスイッチ、このサウンドスイッチ .aafll、これにします。この URL は概要欄にも貼ってあるので、そっちから URL アクセスしてもらっても大丈夫です。で、日本語サイトはね、なんかソフトアローっていうところもからもダウンロードできるんですけど、これが多分大元だと思うんで、まあここの英語ですけどダウンロードするだけなんで、ここからダウンロードしていきます。サウンドスイッチのこのダウンロードサウンドスイッチ V6.7.2、 これが最新バージョンのやつなので、これをダウンロードします。で、ダウンロードしたらこれを起動します。で、インストール for all users で大丈夫です。で、このままスタートしていって、これ邪魔なんで消しますね。言語はですね、日本語がここでは選べないのでイングリッシュのまま進めます。ただね、これ後で勝手に日本語になるので大丈夫です。 OK を押して、するとこういうライセンスアグリーメントっていうのが出るので、この上の方の I accept で next、 もうここも next、ここはまあ保存する場所なので自分で変えたかったらお好きにやってください。デフォルトのままでいいので next します。で、このまま、これも next で大丈夫です。 create desktop shortcut、 これはまあ欲しければで大丈夫です。このまま next をします。で、最後にインストールで、少しインストールが終わるのをちょっと待ちますと、こういう画面が出てくるので、まあ別にリードミーファイルとかどうでもいいので、ラウンチサウンドスイッチだけチェックマーク入れてフィニッシュをします。で、そうするとこういう設定画面が出てきます。で、この接続っていうところ、ここが再生デバイス一覧になっているので、ここで自分が普段使っている再生デバイスを選択していきます。私の場合はこの EW3280U っていうのがモニターのスピーカーで、ヘッドスピーカーの G-FIT ゲーミングイヤーバッズっていうのがワイヤレスイヤホンで、ヘッドホンアークティスノバプロっていうのがヘッドセットですね。で、この3つを私は選択して、OK を押しますが、左下にこのホットキー有効ってなってますよね。これチェックマーク入れたままで OK なんですけど、この左の枠、最初はね、オルトコントロール F11 がホットキーになってます。要するにこのボタンを組み合わせて押すと、このサウンドデバイスが切り替わっていくっていうことですね。で、私はエンドキーっていうのをほとんど使わないので、ここをねエンドにしちゃいます。そっちの方がワンボタンで済むので楽ですから。で、そうするとこの右下のね、このタスクバーのここのアイコンを見ると、このヘッドホンのマークみたいなのが出てるんですけど、これがサウンドスイッチになります。で、これで起動している状態ですね。で、この画面でさっき選択したエンドキーを押してみます。左上に再生デバイスっていう表示が出てるの分かりますか。これをね押していくとね、どんどんトグルしていきます。これでね切り替わってるんですよ。再生デバイスが2つだったら2つで切り替わりますし、3つだったら順番に切り替わっていくって感じですね。もうこれだけです。今までタスクバーで音声アイコンとかクリックしたのが、もうボタン1つで切り替わるようになりました。基本的な使い方は以上。とっても簡単ですよね。で、もう一個あるんですけど、こう設定をして、こ
このプロファイルっていうところに行くと、例えばトリガーを作って、例えば、プログラムが起動した時とかですね、このプログラム名でこの名前が入っているプログラムみたいなのが起動された時に勝手にデバイスを好きなやつに切り替えるみたいな設定もできます。ただ私普段はあんまりそういうどのアプリに対してどのヘッドセットを使うとかっていうのは特に決めてないので、この機能は使ったことはないです。手動で切り替えてます。まあ、マイクも一応切り替えられるんですけど、これは別にマイク切り替えることってそうそうないんで、まあいいかなと思います。とにかくね、このアプリ使い方は以上なんですけど、もうインストールしてからね、本当に幸せになりました。私と同じように頻繁に再生デバイスを切り替える人はぜひ使ってみてください。皆さんのお役に立てたら幸いです。ゲームギークでした。バイバイ。